ツン。あ、切れるな、切れるな。あの、すっげえ汗かいてプロテイン飲めば美味しいんだけど、途中で水とか飲まなかったもんな、なんかして。すげえ負担かかってたんだよ。まあ、ほぼしてる。もしもーし。でも髪の色をめちゃくちゃ明るくしてきた方がいいよ。明るいのがいいよ。結局さ、なんかいろいろあるじゃない、色見本とかさ。あるね。青だのグリーンだの赤だの。結局染めてもさ、最後はこの色になるのよ。ああ、そうなんだ。絶対落ちて。いいんじゃないじゃん。私もじゃあその色なの。いつまで？でもあんたこう黒いところとかあるじゃん。なんか全部こういう色じゃないじゃん。なんか伸びてきてるからね。そういうことなの？うん。いやいや、でも長いところもさ、全部も全部同じ色じゃないじゃん。最初から最後までさ、青なら青とかさ、綺麗な色で保てればいいけどさ、そうじゃないの。あ、つく先はもうこの茶色みたいな。あ、やっぱブリーチして抜かないとダメだって言われるからさ。ああ、ブリーチすんの？しないの？だってめっちゃ時間かかるね。なんでくせえよ。うん、そんな学生がやるやつでしょ。うん、そこまで時間ないしさ。あ、くせえよ。うん、いいやと思って。もう一回、一回でいいよ。一回で全部済ませてほしいな。3回とかやるんですか、まほな。金かけてられないしさ。無理だろ。見れば綺麗だなとは思うけど、ね、その時使ってるでしょ、うん、全部ネイルだって3週間したらビジョーって全部伸びるんですよ。だし、なんか引っ掛けるとさ、影でさ、全部あれでしょ、そのこれもでしょ。うん、私あの甘皮っていうこのさ、なん毛の毛だって爪の先のところにさ、皮出てくるじゃん。ああ。こういうのもちゃんとなんていうの、ケアしないとダメみたいでさ。よっぽど時間あって、うん、それが仕事の人じゃないと見せるの、キャバ嬢とかね。そうだよ、無理だよ。綺麗なのは確かだけどさ、無理。飽きてくるもんね。その時だけなんだね。結局続かないでしょ、金と時間が。金の方はかかるからさ、うん、なんか別に仕事柄そういう風にしてもいい人ならいいんだろうからさ、うん、ちょっとね、ちょーもしもーし、してるの、うん、気をつけるよ、うん、キープできるよう頑張りましょう。では始めましょう。タイムランプ30秒。肩の真下に両手を置き、指を大きく開いて手のひらを床に押し付けます。かかとを押すようにして両足と大臀筋を意識します。コアを強く保ちます。下のところなの。
これじゃない。残り10秒、そのまま力強く。よし、もうだって筋トレ超贅沢だね。終了、筋トレ終了。これだったら太んないな。次はリバースクラッチ、筋トレ終了。マッサージ、マッサージ終了。マジでもそんなに受けなくてもいいかな、うん。まず体を丸めてから足を持ち上げるようにし、コントロールしながらゆっくり下げる。開いてる。手のひらで床を押しながらロールアップします。やっぱ肩熱かけても痛い肩。残り10秒、もう少し頑張ってみましょう。次はフラッターキック30秒。まるで男性並みには死んじゃない。女性でもなかなかやらないぐらい。両膝を固定したまま両足を回す。止まってんじゃない、動画で流してる人。止まってると思うよ。50キロ間違いなくて待てるって言ってたもん。マラソンやめてから20何年ぶりに生理したって言ってたもん。あ、なんかあったよね。次はフルシットアップ30秒。 9.6 ミリって言ってたんですよ。生理止まってるってことは動くたびに背筋を伸ばし、頭頂部を天井に引き上げます。精力強くなるの。今までやっぱり食べること好きだから。コントロールしながら背骨を床の上に下ろします。なんか初めてもう人とも見て、もう体重計乗れなくなりました。もう生理は来たけども。残り5秒です。準備は OK。 左足へシングルレッグトゥータッチ30秒。で、こんな動画長くなったの。私の方が長い。悪いけど。お腹を引き締め、フォームを保ってたり、高い位置で立ち上がります。負けないことを逃げ出さないこと逃げ出す。信じ抜くことよ。大事マグラフォーツ、うん、一発やか、うん、半分終わりました。両足の太ももが一直線になるようにします。次は右足へシングルレッグティータッチ30秒。伸ばした足と曲げた足の太ももが一直線になるようにします。うん、もう中で力入れてる。あと10秒です。次のドリルはダブルレッグトゥータッチ30秒。ワークアウトの半分が完了しました。コアを引き締め、腰を床に押し付けた状態から体を持ち上げます。つま先で手を伸ばすのと同時に両足を手の指の方に近づけます。あと10秒、もう少しです。では始めましょう。左足でシングルレッグシットアップ30秒。
うんこくせ。ここ、うんこくさい、ここ。ここ？うん。チャー。